館立てなしもご承諾あれ。血をつかみ取らん。ご命令とあらず血を撃退するぞ。こいつ前方に手をストール。まだ足りぬ。敵を撃退するぞ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。この赤備えが恐ろしさ、時代まで語り継げ。土産に持って行け。我が前に立ちふさがる者らよ、砕け散れ。この劣勢跳ね返さねばな。勝ち目に見出せ。敵兵水泳たり動くぞ。続け。苦しき戦ともっと我が前に立ちふさがる者らよ、砕け散れ。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。敵を打ち払います。我が前に立ちふさがる者らよ、砕け散れ。進軍を始め。こいつ、我が前方にて押し通る。差し出動くこと雷霆が如し、かき回してくれようぞ。陣が乱れては戦えぬわ。お打ちを願います。
こいつ、我が前方にて押し通る。この赤備えが恐ろしさ、世代まで語り継げ。赤子どもに戦というものを教えてやるわよ。試されるときぞ。あれこそ逃亡者は続け。行くぞ。心に義なき者らを蹴散らしてくれ。いざ出撃ぞ。敵に痛手を与えます。下がる者らよ、砕け散れ。はい、敵を攻めます。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。何が起こっておる。これは旗色が悪いか。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。我らに毘沙門天のご加護ある。我が武をご老したか。動くこと雷帝が如し、かき回してくれようぞ。毘沙門天のご加護ある。我らが乱されただと。武田が軍刀、その目に見よ、その音に聞け。
勝たせてもらおう。永禄4年、信州川中島。八幡原に万全の布陣を整えた信玄は、敵勢の到来を大然と待ち構えていた。越後の竜と甲斐の虎、思えば二人はこれまで見たびこの川中島で対峙したものの、直接感化を交えたことはなかった。よどめも睨み合いが続くかに見えたが、武田軍は別動隊を上杉勢のこもる西女山に派遣する。背後から急襲させ、敵を八幡原におびき出し、本隊とで攻撃する。名付けて啄木鳥の戦法だが、武田の目論みより一時以上早く朝もやを切り裂いて上杉勢が現れた。さては啄木鳥が仕損じたか。焦る信玄の目に北条月下に乗り、こちらを兵営する将の影が映る。間違いない、あれが団長小筆正虎その人であろう。片や正虎は夜半に敵の迂回を察知していた。敵の裏をかき、未明のうちに密かに山を下り、武田本隊を奇襲せん。霧の中下山した正虎の目前に堂々たる陣容が広がる。中央の将棋に座る将が信玄入道その人であろう。初めて戦場で相まみえた竜子、先に動いたのは竜だった。狙うは信玄の首一つ。護衛の槍ぶすまをかいくぐり、正虎は馬上から太刀を振り下ろす。諏訪保障兜の半輪を先断しようとした刹那、間一髪信玄の軍配がその刃先を弾いた。射断戦主体の戦国時代にあって、本来ありえないはずの大名同士の一騎打ち、互いに侮れんとの印象を強く残しつつ、竜子はこの後も戦い続けることになる。